ボートに乗り、灯台の前で写真に収まる7人のロシア人。中には拳を高々と上げる人の姿もあります。これは SN、SNS のテレグラムに28日に投稿されたものです。ロシア地理学会のメンバーとみられ、我が国は自国の英雄を知っていると記されていました。ハボマイ軍島の貝殻島灯台には、今月25日、 ロシア政教の十字架とみられるものが設置されていましたこれに先立ちロシア政教は地理学会に対して十字架を渡したことを発表していましたまた26日には9年ぶりに灯台が点灯する様子も確認されていて貝殻島では先月下旬以降ロシアによる実効支配をアピールしているとも取れる動きが続いています